はあの最近リンゴルフに皆さんからのコメントで多いフェアウェイウッド、私は結構私の中で得意な方な気がしてて、うん、フェアウェイウッドの打ち方、うん、打ち方なんか打ち方ポイント意識って何か、私が意識してるのは、うん、やっぱりアイアンと違ってこう打ち込んでしまうとあまり良くないと思っていて、滑らす、うん、払うように、まあ、ドライバーと同じような打ち方かな、感覚としては。結構上からドンって打っちゃうと、うん、ダメですよね、負けちゃうので、どっちにもなりますよね、上からドンってくると、うんうん、コーンも曲がるし、そうそう、曲がるし、コーンも曲がるし、うんうん、だからもう横からこう払うイメージで、ここは長くみたいなイメージあります、あ、ストローク、この取る分量といいますか、滑らすみたいな、滑らす分量、あ、でも長いかな、うん、あんまりそこまで意識、うん、もう打つインパクトの瞬間はあんまり意識してなくて、ただもうクリーンに綺麗にヒットさせるっていうことだった、滑らせる、うん、最初から滑らす意識持っとくといいかもしれないですね。そうだね、上から入れようとか ここに入れようとかじゃなくて、うん、うまくこのフェアウェイを滑らすにはどうしたらいいかみたいな、うんうん、フェアウェイとも基本ドロー、うん、全部ドロー、全部ドロー、全部ドロー、フェアウェイともドロー、ドローにこだわってるわけではない、うん、わけではなくて勝手に出ちゃう、勝手に出ちゃう、うん、勝手に出ちゃいます、ジュニアの頃から、ジュニアの頃から勝手に出ちゃう、だから逆になんでドローが出るのかもあんまり考えたことないかも。昔フェード打ってくださいって言ったらストレートでしょ、そうそう、どうしても打てない、翔太さんフェード打ってもらっていいですかって言ったら、ちょっとやってみるって言って超ストレート全然打てないし、あれは面白かった、ストレートじゃん、ストレートじゃん、みんなの待ってるフェアウェイとか来るかもしれない、右ですね、右です、バンカー、おバンカーとバンカーの間かも、間、うん、間だね、うん、跳ねた、残り2枠ちょっとかな、3番ウッドで打ちます、結構ライはいいので、ウッドだから、まあ、薄く当たってもそこまでそこどこ飛んでくれるかなと思って気持ちを楽に、で私はここを滑らせるように払うように打ってみます、うん、いいんじゃない、どうかな、ちょっと、よい、ちょっと、いや、めっちゃいいですよ、お、グリーン、あ、乗りそう、うん、そこそこなんか好きなんです、あとは3番ウッド、3番ウッドこそ私難しいと思ってて、うん、入れてないんですけど、うんうんうん、浮かない、そうそう、あ、3番ウッドは私も全然浮かない、すごいなんかティーアップしたらまだ打てるんですけど、うんうん、もうティーアップしなかったらもうなんか5番でいいわみたいな感じになってて、うん、なんか3番ウッドはどういう、3番でも浮いてたよ、塩田さん今浮いてた、浮いてた浮いてた、なんかね、3番ウッドはミスしてもクリーンに当たれば、うん、もうなんか低くてもタタタタタって言ってくれると思って、5番よりやっぱ距離出ます、あ、出る出る、やっぱりちょっと薄くても距離変わんない、じゃあ3番が飛ばないとか結構ある、うん、でクリーンに当たればそこそこ飛んでてくれるかなと、うん、また出ますよ、これピンに向かっていくアプローチ、すごい、すごい
感じでよかったよかった。うちに行かない、うちに行かない、うちに行かない、行かない、運ぶ運ぶ、手でも運ぶ感じ、ショットと一緒ですね。うん、そうかもね、基本はショット最近150ヤードぐらいでいいかなっていう気持ちで打ってて、うん、自分で打ちに行かないようにしてて、うん、アプローチもそうなのかもね、マジ、そう、そうね、そう、フェースにちゃんとボールを乗っけること、勉強になる。いい感じ、惜しい、ナイス、はい、肩もそうだし、肩もそうだし、もうライバーのアイアンも芯を作ってからの芯ね、もう大事にしてる。塩田さんの中で打ちに行くっていうよりもその場にボールがある感じ、たまたま、あ、そうそうそう、自分のスイングの中でたまたまそこにボールがあるっていう感じだよね。難しい、25ぐらいでちょっと上げてます。うわ薄い、ちょっと手がジーンってくるやつ、うちに行かない、ここにある、翔太さんのアドバイス通りにここにある、うん、うちに行かない、うん、いいとこ、はい、うまい、これは行ってみて、どうですか、これは今うまく上がりましたよ、行ってみて、手前だったね、私この傾斜で、傾斜でもうちょっとだったね、ナイスパー、今のアプローチめっちゃ良かった、皆さんあれですよ、ボールを打ちに行っちゃダメです。いや、さっきドライバーはだいぶ理解できてきたんですけど、アプローチはまだやっぱ自分の中でガガグッて、でも入ると大体なんかオーバーが多いし、そうやって拾って投げるようにみたいな、うん、ここグッてやっちゃうとやっぱ距離感難しくなるよね、難しい、難しい。これは赤い旗狙って、はい、はい、ナイスショー、完璧なドローですね、うん、完璧だね、今の、うん、今よかったです、ナイス、うん、よし、うまい、ナイス、イエーイ、あー、また長い、
持っててね、ごめんね、はい、塩田さんに言われてから寄せ腕が、あ、本当よかった。塩田さんって去年何ラウンドぐらいされてるんですか？何ラウンドだろう、ちょっとね、数えてないんだけど、うん、大体。でも冬はあんまりやってないけど、夏とか競技中は続けてやることもあるし、うん、多分月6ぐらい、6競技中はね。そうですね、少ない時で週1あるかないかみたいな。そうそうそう、あるかないか、少ない時に週1で大体50なんで。あ、そうなんです。じゃあ6、70かな。毎日ゴルフしてるって思ってる方もたくさんいるかもしれないので、上手すぎて ね、できたらいいよね。できたらいいよね。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもね、たくさんお待ちしています。塩田さんに聞きたいことをどんどん、この動画の多分6本7本上がると思うので、たくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。